噴水の中に門を作ったのか。実用的ではないな。隠し通路だったもの。アナリエットと私はよく家庭教師から逃げるのに使っていた。日記に書かれていたので待つ場所が分かった。自分が巻き起こした事態を収拾する気になってくださったのですから。そのつもりよ。私を子供扱いするのをやめて。悪巧みが得意な嘘つきとして扱った方がよろしいか。シアンナ、もうすでに吸血鬼といざこざを起こしてるだろう。これ以上敵を増やすのはやめておけ。じゃあこの吸血鬼に私を侮辱するなんて言って。最大限の努力はしよう。行くぞ。一刻も早く終わらせたいんだ。いいところだな。そうだろう。谷の素晴らしい景色が見渡せる。晴れた日には団体員が遠くに見えることもあるんだ。そうかしら。ありふれた遺跡に見えるけど。ああ、その感受性と軽眼には恐れいるな。デトラフは君のどこが良かったんだ。本人に聞いてみたらどう？心の準備をしろ。デトラフはすぐここに来るぞ。計略のうちだったのか。そんなに単純な話じゃないわ。私は、いや、実に単純なことだ。私を騙したのか、そうではないのか。残念だが別れの時が来たようだ。残念だ。シアンナ、デトラフ、なぜ？するべきことをした。彼女への報いだ。ボークレールには平和が戻る。吸血鬼たちは夜明けまでにいなくなるだろう。私もこの地を去る。遠いところへ行こう。人間のいない場所へ。邪魔したければ好きにしろ。邪魔するなら二人とも殺すが、それを望むわけではない。お前たち次第だ。行くがいい。だがもし再び会ったら。決して近寄らないさ。約束する。ゲラルト、レジス、サラバだ。
すまない。彼女を守ると言っておきながら一瞬の出来事だった。我々は何ということを。殺戮者を逃がした。お前は最初からこれが望みだったはずだろう。あんなヘンリエッタに報告しなくては。ゲラルト、そんなことをすれば。分かっている。それでも知らせないわけにはいかない。